お疲れ様さらです。今日はですね、こちら現在世界1位のね、このプレイヤーがつくイリジェイミラー、はい、やっていきたいと思います。ということで、こちらのデッキですね。いや、なんかすごい方なんですよこれ。というのも、イリジェイといえばね、やっぱ施設が入ったりだとか、まあ、なんだろう、対空が2枚、まあ、2枚入らないなら1枚ね、高回転になるとか、スケルトンとかファイスピがね、まあ、入ってくるんですけども、でも陸3枚しかも、なんか同じような、なんかユーノとゴルナイが一緒に入るとかってあんまないんですよね。そう、だから役割一緒なんですけども、まあ、エリゼの後ろにつけてね、もう陸ぶっ破すりゃいいやろっていう、全部トルネで巻き込んでね、エリゼの範囲とカウンター範囲、ベビドラ、ダックプリー、ゴルナイのスキルでもう全部ぐっちゃぐちゃにしようぜデッキですね。はい、形組めばもう終わりみたいな、すごい陸デッキをねちょっと見つけたので、今日これでやっていこうかなと。いや、なんかすごいなこれマジで。本当になんかもう使うのも大変そう。どうだろうね、なんか施設とかやっぱ置きたいっすよね、エリジャイには。なんか一旦置きたいっすけど、まあまあ、なんかこういうところにもつけたりしてもいいのかなとか思いながらね。まあ、ペックとかの可能性もあるので一回落ち着きましょうか。さあ、タルだとまあ神技とか陸系、まあ陸ではあるか、なんか今やったな一瞬こんにちはしたな。これな、まあヒースピかな今の、多分ゴーストいうのでタルで、まあエリババかムーとか、まあその辺が入ってそうですね。まあゴルナイじゃないっていうのがね、わかんないけど、まあ多分神技ペッカは入ってないと思うっすね。まあ入ってても結局あれっすよね、これミラー入ってるんで、まあエリジャイのなんかね、ペッカない方にユニットいっぱいぶっ込んでみたいな気もする。さ、ロイホグ来ました、まさかのロイホグです。はい、あー、そういう系か。これでも結構熱そうじゃない。よいしょ、こういうこと。おい、いや、相手のこのアイコレでけえ見てからでも拾われてたらね、このダメージないわけですから全然。さあ、まさかのミラーユーノがね、活躍するなんか今までやってたからな、ミラーユーノはやりやすいな。さあ、ということで今回の相手は三重士っすね。まあ三重士なら、まあ無理はしない方がいいね。そう、ライトニングジコルトやられるしね、飛来心も。まあ、こういうとこも生き得な気がすんな。行こうぜ、無理はしないとか言ってね、これに関しても生き得だよ。まあライト打ってもいいけどね。さあ、さすがに、うわー、美味しい、美味しいタワー溶けて、よし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 、まあ、普通のエリジェイか。まあまあ言うて、まだなんかこの試合に関しては普通のエリジェイだね。なんかこの範囲のね、なんだ、ぶっつめをちょっと活かせるとね、熱い気がするんだけどね。さあ、まあこれはね、安心安全はエリジェイ防衛ですね。はい、これ変にね、ダックプリとかユニットで守るとなんか守れなくてね、微妙になったりするんで。さあ、これはあれ、最強のライトニングの位置があります。はい、タワーに当たらないストライト打って、もしミラーさんし来てもね、ウェイ、ミラーライトニング、いや、いいね。なんかエレジェイデッキではあるんですけど、まあゴールナイダックプリユーノなんでね、気持ちなんか神技とか、なんかリクブッパデッキのなんかそっち系のデッキですよね、ペッカとか。まあ、でもこのデッキで世界一いってるわけですからね。ね、なんで？もっとええやつあるやろっていう、なんかアンバランスっすよね。さあ、まあウッディ、あ、待って、これできない、金ギドトルネがちょっとずれました。さあ、コカツちゃんですね。あ、コカツとかもでもこれいいかもね。なんかゴルナイがバルキリーに止められて、ユーノが縦線とかで守られても、じゃあダックプリどうすんのみたいな。なんか陸域がね、相手1枚足んないっすよねこれ。さあ、ここに対して、まあ縦線は、なんだ、アイスピか、エレスピ系か、スケか、あー、スケかよ、スケだったら、あ、でもこの、いやー、渋、2コスのスペルと1コスユニットがないから、これバレルの防衛結構むずいっすね。まあでも
いや、一回ぶっ刺せばいい話ですからね。いやー、ハシプリ食っかな。まあそりゃ来るっすね。まあ走らせ毒、いや強い、結構ダメージ入るぞ。まあこれはインフェ用に縦線を出したものの、縦線じゃないダックピリを出したものの、バルキリーのカバーが早いっすね。これでミラーダックプリ行くのかな。お、熱くない？結構熱くないね。これ相手受けきつくない？いやー、うま防衛。ダックプリ走れ、走んねえか。いや、オッケー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 。いや、これこれこれ、なんかエレジャイの周りが頑張ってんな、すごい。さっきからそこで出して、わあ、ロケから来るのか。やだな、それ。うん。ハシプリしたそうな顔してんな。ああ、やっぱり。ああ、これでダックプリですね。いや、マジ、ミラーダックプリをやんなきゃいけないんだ。やんなきゃいけないか分かんないけど、やったほうがいい。いや、これ地味に打たそう。うわー、うまっ、防衛。やばい、言うの。タイガース、熱い。いや、こういうことよね。こういうこと、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 こういうこと。こういうこと。このデッキはね、エレジャイデッキに見せかけた、陸デッキでした。いや、マジでこれ、やば、エレジャイ一発も多分タワー殴ってないっすよね。いや、マジ、ユウのダックプリ、ゴルナイベビーで持ってってる。あの、そういうデッキなんだろうな。マジで。多分、エレジャイとか、まあ、なんかの陸に、ね、そこ、ソンとバルキリー、盾を使わせたところの、なんかが足りなくなる。そう。普通のデッキだと、やっぱね、スケとか絶対入ってるからね、そこの時に、相手がやっぱ辛くなるっていう。すごいな、これ。よく考えられてんな。考えられてんのかわかんないけど。さあ、やっていこう。まあ、施設、今の感じでもちょっとやっぱきついな。まあ、ライトニングあるもののね、エリシャー施設きついですからね。まあ、でも、後ろがね、このデッキ、後ろが強いんだね。すごいな、もう、ゴルナイかダックプリか言うのがもう、ね、なんかスルッと、スルッと、ぬるっとこう、あれ？あなた様、陸受けいないんですか？言うて。陸受けいない通らせていただきますってなんか言ってね。あれいいな、気持ちいいっすね。でも陸受けきついんだろっつって、もうユニット追加するだけでいいんでね。いやー、ザップ、ザップで待つか、スパーキーか。まあラバルでたまたま手札が暇してるとか。ザップで待つって珍しいっすよね。ネイボブ、ねえ、ボブ？あんたの意見何？待ちますか？いやー、ゴルナイ出してもいいけどね。あの、スパーキーだった時、てか、まあ、このデッキスパーキー多分勝てないんで、もういいや。ゴルナイザッカ。いやー、わかんな。よりスパーキー感増してきたやん。エリポンゴル的な？あ、エリポンゴレ的なやつだな。やべ、スケドラが、え、違う？何これ、ラバルか、普通に。普通にラバっぽいな。なんか普通のラバか、もしかして。なんだこれは。さあ、一旦ね、陸強いんでね。あー、ミラーユーのはあんまり使いたくないなと思いながら使っちゃった。さあ、で、まあバルーン来たらシャアなしの、あー、これあれか、間に合い、うわー、間に合わないし、あ、これ押せる、押せるやつだこれ。なんかで、なんかで見たというか、なんかでやったことあるっすか。
いや、うまファイボ。わあ、これ絶対勝てたな。お？あいつそれやったんじゃね？あ、勝ったわ。なんで？いや、相手バカ甘えてんな、これ。ね、あれだって、あそこにゴルダイもう防衛にね、ポイント取っときゃもう勝ち確なのに。なんか、諦めたと思ったのか。もしかして。か、タワーにもライト打って、なんでそうしたんだろうね。あー、こいつ諦めたわって思ったのかな。いや、でかい、今の。ミラーライトニング、850ぐらい削れんね。これさては強いな。800、呪文圏内か。でも最近これちょっと多いかもしれないね。ミラーロケットとかミラークエイクとかもあるんで、マジでタワー1000いったらもしかしたら負けかもしれないと思って、序盤のダメージ気をつけないとね。ミラー呪文で終わっちゃうっすよ。いやー、さすがにやっぱ世界一のデッキだけあってちょっと強いね。なんかパワーを感じるね。パワー、やべ、前動画筋肉に出てきちゃう。さあ、環境が筋肉に染まってる。さあ、僕はまあ待ちたいかな、基本的には。ベビオラなんか今んとこどうなの。さっきのラバ戦ちょっと無能でしたね。スタファー SP、 これ走っても別にスケートが出てきちゃうんだね。まあ今はどうせ暇になるから走りとく。一発？いやークロスか。エレジェイ。いや、マジ。テスラからのエレジェイは読めん。いや、もう、すごいな、最近。エレジェイが当たり前だからな。いや、でも、相手さ、施設あるのずるくね？お、ミスってる。まあ、これ、しょうがないっすよね。守れないっすよね、だってこのデッキ。だって軽くないっすもんね、エリジャイに対しての。なのでこれは別に俺は悪くない。なんならいいプレイでゴルナイ走って、これでまあ1-1っすもんね、言ったら。さあ強いよ。おい、いいじゃないの。まあ問題は相手の、守れねえんだよな、これ。環境がエレジャイで、エレジャイデッキなんですけど、エレジャイに勝てないっす。エレジャイ界最弱っていう。いや、守れんのか、これ。どうやって守る？ダックプリとベビーというのやで。エレジャイ解けんくね？そうだよね、相手からしたら。相手からしたら、そりゃそうだよね。まあ、トルネードで頑張るってことか。頑張る。あ、まあ、キングが起きてるから、なんとかなってる。まあ、さすがに走らせて。あのテスラさ、俺甘えてると思うんだよね、マジ。いやー、これはね、まだ粘れる時っすね。神のタイミングが来るまでね、耐えます。いやー、だんだんと相手がね、甘えてきますね、こういう時。うわー、ロケットはやばい。でもなんか相手甘えてるよな、絶対。お、これさ、出たんじゃない、ユニット追加タイミング。言うの？ダクブリ？出た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 ！さっきから何回も見たやつ。よし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 、ライトリン圏内。これよ、このデッキの強さは。なんかが解けない。なんかが残るんだね。本当に。なんかが残って、なんかがいい感じになって、相手がなんか気づいたらきつくなってる。いや、強い。さす世界一だ、これ。やっぱね、これ。やっぱクロロアルなんですけど、本当に。
強い人が使うデッキは強いんですよ。そのね、まあ例外もある、例外もあるんですよ。ホグファルチェとか例外はあるんですけど、9割5分はね、強い人が使ってるデッキはね、ちゃんと強いの。もうデッキが強いから、そしてプレイも強いからちゃんと強いわけね。で、全く勝てないときはマジ自分のデッキ疑った方がいい。そう、もしかしたらデッキがめちゃくちゃ弱いのかもしんない。そう、だから勝ててないのかもしんないけど、もしかしたら自分が悪いパターンもね、それもちろんあるので何とも言えないですけども。さあ、ちょっとね、エレジャイっぽいやつが来ましたね。ウィー、いや、もうエレジャイやないかい、これもう。どっからどう見てもすごいな、もう。エレ、まあそういう環境だもんね。俺はもうちょっとゴルナイ間に失礼します。お、いいやん、ゴルナイ。いやー、ここのトルネはなんかね、危ない気がして今。そう、ボンバー処理できるんですけど守れなくなりそうだよね。いや、いいよ。いや、これユニット残るの熱っ。さあ、からのユーノミラーとかもちょっと考えちゃうよ。まあ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 、追いついてね。あ、でもこれが残ったらさすがに、さすがにか。うん、いや、これでもしかしたら、あー、強もしかしたらだけど、エリジェンに強いのか、スケーグ。うん、一発、あー、走れない。で、これ相手はまあロケ硬いライトニング、まあ基本はロケなんですよね。うん、これゴルナインのスキルまだ使ってないかんな、俺。へばりつけ。いい。いい！あー、いいトルネードだ。いや、でも、いや、なんか、だんだん使いこなしてきたぞ、このデッキ。ミラーがね、意外といい味出すことに気づきましたね。さあ、でも次の大砲には、まあ、タワー入れなくていいかもね。いや、入りそうだったな、タワー、ぶっちゃけ。さあ、これ相手ベビドラガチで渋いっすね、対空が。なので、このベビで、いやー、コスト使うね。使うよ。ピピピランドも生かしていこう。ピピピ。生きなかったね。さあ、さすがにエリジャイのコストはね、ないと思うんだけど。よいしょ。さあ、この大砲がやっぱ硬いんでね。まあ、ここはこっちか。ここのでもユニット追加ちょっと熱いと思うんですよ。あー、やばい、エレジェ受けされ始めると悪い流れっすね最悪の。よしよし、いやー、耐えてはいるけど、これね、相手ちょっとずるいんですよ。今大砲出せるんですよね。あ、出せねえわ、エリジェだったわ。あ、ロケ来る。うわー、エリジェだもんな、それは出せない。いや、強い。ミラーエリジェ、お互い状況は一緒なはずなのに。さあ、で、あ、これが大砲2周目だ。熱いぞ。これ守れば。これ守ればあるぞ。頭突き。にゃー、いや、無理だ。大砲回んの早っ。大砲、スケ、ボンバーなんかで大砲が回るわけですよ。
じゃあ大砲大砲スケボンバーだ、大砲大砲スケボンバーでもあるんだ。あーやばいわ、てかもう環境これだもんね。あさすがに今のは俺がクエイクだったらまあちょっとあったかなぐらいですね。大砲大砲スケボンバー、大砲大砲スケボンバー、やばいっすね。まあ理論で言うとゴルナイ出てるとゴルナイが来ないで、大砲からのカード3枚で回る大砲大砲スケボンバー、やばなんだあれ。まあでも今のもワンチャン勝てそうではあったね。最初に大ダメージ与えた時にもう一個ぐらいねダメージ与えれるか、最後もちょっとねなんかありそうではあった。さあやば、もうちょっと考えてユニット出そうや、俺もかマジでやばいよね。一旦おー、なるほどね、強いね。まあでもダックプリ結構優秀だなこれ。キョスケ丸っすね。まあおー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 、これでもさ止めれると範囲で全部持っていける、そんな甘いことはなかったです。耐えて耐えて、いやータワーも瀕死、えぐい、なんだこれ、えぐすぎるこれ、ちょっと待ってマジで。クララ深くなってんな、なんかクララってすげえ深いゲームだな。さあミラーエリババスパーキー、あさすがに行くか。これ終わったねこれ行ったらダメだったな、いやダックプリされたらダメだったかこれ。うわー強っ、ちょっとかわいいスタンプやけど、いやマジかよ、こんな環境が言えば。はい、ということで、最後、ちょっと、負け散らかしましたけども、現世界一が使ってるエレジャイネ杯、皆さんもぜひ、使ってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。